決まった。はい、オッケー、素晴らしいね。おおめでとうございます。これは鈴木隆弘さん超えも狙えるね。どうも皆さんこんにちは、白滝でございます。ということで今回も大聖巨人軍を復活させる物語やっていきたいと思います。はい、ということで現在4月の15日中日戦、いやということでね、首位攻防戦です。はい、まあといっても4月の中旬なのでね、あんまり順位は気にしなくていいのかなと思ったりするんですけれども、やっぱり1位になりたい。はい、どんなタイミングでもね。はい、そして何よりもこういう序盤のね試合で取りこぼしを行ってしまうと、去年のねシーズンみたいに2ゲーム差で阪神に優勝をかっさらわれる、そんな展開になってしまうかもしれないので、まあ頑張りたいですね。はい、ということでやっていきましょう。そして、前回ね開幕戦を行ったんですけれども、そこからね1軍のメンバーを一度も入れ替えてないので、成績が悪いのにひたすら投げさせられてしまっている、そして成績が悪いのにずっとスタメンで使われている、そんな選手がいるかもしれないです。はい、ということでじゃあやっていきましょう。高橋さん、ちょっと開幕投手の呪いがちょっとかかってますね。はい、もう開幕投手になった人間はねみんな不調になるんですよ、次のシーズンでね。この大正義シリーズどうなるでしょうか。そして田中将大さん、今日先発、やっぱ勝ててない、忘れないよ、去年 2.09 だったのに9勝しかしなかったの防御率ランキング2位、そして奪三振ランキング1位だったピッチャーがね9勝しかできなかったんですよね。勝利数ランキングで画面圏外だからね。そしてグレイナー、まあ、ここから上げてくるでしょう。そしてダルビッシュさん、おーすごっ、0.6、 そして0勝0敗、何してんだ打線は何をしてるんだ。アスカム、まあまあまあ、ああ高卒1年目ピッチャー、松坂にはなれなかったか、厳しいな。大江さん、さすがですね、すごいっすね、いいっすね、ドラフト5位、25歳、そんなもんか、投げたのか分かんない、まあ悪くない。そしていいっすね、6セーブ、すごいな、2勝6セーブってすごい。ちょっと小橋さん入れ替えるか、沼田さん上げよう、そしてちょっと先発もね、ちょっと細見さん下げよっかね、今村さん上げよう、でアスカムはちょっとアスカムもうちょっと見るか、高いしな。さあそして打線ですね、はい、1番重信さん、おおいいっすね、最高の1番だ。そして去年2割9分6厘だったよね、マジで。おおすごい待って、一番下と一番上以外みんなちょっと2割5分下回ってるんですけど、これやばくない？よくこれで2位争いしてる、1位争いしてるね。控え選手、小林さんは打席立ってない、16分7厘、今守備の人だから、おすごそして能力値もすごいことなってんな、うわーめっちゃ衰えたな、すごい。まあ控えはこんなもんか。そしてですね、まあ、メンバーを見たところなんですけれども、留学生が帰ってきました。はい、ドミニカリーグにね留学に行ったんですけれども、ドミニカはね能力を一つねめっちゃ爆上げしてくれるんですよね。でミーとかパワーか走力を上げてくれたら嬉しいなって感じだったんですけれども、どうなったかというとですね、まず1人目、山越くんですね、この1個下の。どうなったかというと守備力が上がりました。はい、守備力が D から B になりました。はい、守備上げちゃったか。まあでもねショートだからね、守備でかいのはいいことよ、うん、京田さんみたいになろう。そしてもう1人、勝美さんです、1個下にいますね、加藤さんの。さあどこ上げたかというと補給が上がりました。はい、ということでやっていきましょう。片方は守備を上げて、片方は補給を上げてきました。何してんねんと勝見はどう考えても打撃上げなきゃダメだろうねえ、やらかしたな。そして相手は小笠原さんか。まあ一応コメントでね、留学から帰ってきたら見せてくださいねってコメント多かったんでね、見したんですけれども、あれじゃダメだよねそして中継ぎみんな体力ないじゃん、中川さんと宮國さんと沼田さんしかダメじゃん、やばいな。坂本さん絶不調か、おかわりさん使いたいな。ちょっと佐竹さんさ、頑張ろうぜ、1割2分5厘で。ちょっとおかわりくん使うか、おかわりくんさんね。まあ打線はこのままでいき、あ違う、吉川さんじゃなくて今日は若林さん使います。さあということでじゃあやっていきましょう。東京ドームです。さあということで読売ジャイアンツ対中日ドラゴンズやっていきましょう。
さあ留学生はねちょっととんでもないことになりましたが、小笠原さんに勝ちたいね。田中将大対小笠原、どうなることやら。かっけえ、もうイケメンだね、パープロのマー君さん。現実もイケメンですけどね。さあ京田さん、うわ1割6分3本ってすごい、結構低打率多いのかなこのリーグ。打点なのかね。ただやっぱ坂本さんは2割8分ぐらい打ってほしいしな。2人とも期待値高いからね、坂本さんと岡本さんはね。岡本さん3割40本100打点やったわけだから、坂本さん狙いか。もうそろそろちょっとコンバートも視野に入れなきゃいけない。スプリット来い。はい、 OK。 敵なしでしょ、今日は絶対勝たせるぞ。さあおかわりくんさんのね打率すごいですね。0.71、 すごいな。さあセーフティーバント、前回もセーフティーバントでしたね。さあ初球いけ、うまいうまい、完璧だ、決まった。はいや、キャッチャー動き遅くなるんですよね、パワープロの大野さんでしょ、キャッチャー走れるでしょ多分。オッケーナイス。でも肩 A ぐらいの人だったら刺されてたな今。センター返し、若様頼む。バント警戒されてるし、何のために吉川さんの代わりに使ったと思ってるんだって感じだからね。ああ、三球三振、攻めで当ててほしかったところではある。さあ流し打ち、ないバッチ。本当若林さんが進塁打打ってたらって感じですね。フルスイングいけ、やった、やっちゃった。ああ初回は0点、完全に狙い通りだったよね、外角低めの球引っ掛けさせられるって。よし、若林さん本当パープルだと守備の人だからね、ほとんどのポジションこなせるから、増田さんとかよりもうまいからね。澤部さん OK ナイス。さあ高めストレート、おお、シンキングツーシームいいね。毎回さシンキングツーシーム見るたびにさ、シンキングファーストじゃダメなのかって思っちゃうよね。シンキングファーストだっけ、あったよねそんな球種。さあそしてどう考えてもローズにしか見えないハンセンさん、いきましょう。あー打ち方がローズにしか見えないよ。一応ホームラン出てるから多分なんとかなるんだろうけどな、頼むぜ。さあ大城、まあ、前回も伊能さんに途中まで抑えられてたけどね、普通に打ったからなんとかなる。センター返し、いけ、いける。あーでも当たりは悪くない。くそ、東京ドームならワンチャンとね一瞬でも思ったけど、いや思わなかったけどさ。さあ行きましょう。毎回マー君さんが投げる試合ってめっちゃさ打点になるんだよね、なんでだろう、なんで打つ方も打点になるんだろうね。だって2試合連続12イニング完封からのさ勝ちつかずから、9イニング投げて9回1失点で勝ちつかずとかだったりしたからね。まあローテ1番手だからエースと当たりやすいっていうのもあるけど、はい OK。 しかも勝美さんはこのままだと使う場面ないよな、重信さんが普通に打てるわけだし、はい OK。 いいね、打たれないね。さあ3回完璧パーフェクト。さあ山下さん、3割9分の力を見せてくれ。本当初回ゲッツーが痛すぎるよね、見ていけ。まあ仕方ない。さあ重信さん、もう一回セーフティーバント、2度目のセーフティーバントいけ。あー高めか、うまいうまいうまい、完璧完璧すぎる、完璧。2打席連続素晴らしい。じゃあここは盗塁決まった、はい OK、 素晴らしいね。おおめでとうございます。これは鈴木貴博さん超えも狙えるね、素晴らしい。さあこの通り、いやー完璧すぎる。若様いけ、若様絶対打ってよ、直樹さんの代わり。おい入ってる入ってんのかそれ、キャッチャーの取り方的に入ってる要素。あー
打ってほしかった。重信さんのさ2打席連続出塁が全部無になってんだよな、若林さんのところで。いやマジで今のところ勝見さん上げる要素ねえよな、重信さんがあそこまで調子いいと。あついに打たれてしまった。強打、いいバッティングを見せました。バッターは2番武田、第1打席はショートフライに倒れ、内角勝負。うお、ここで使ってくる。いや大丈夫、打たれない。あいや大丈夫、重信なら取れる。重信、重信さん、いやーノーアウト2、3塁は厳しい。取ってほしかった。いやでも勝見だったら1点献上してたな。なーに、ここから抑えてくれるさ。はい、よけない、ストレート、すげえ、とんでもねえストレートだわ。うわ完璧。よし、オッケー、ナイス。次アルモンテ、ビシエド2者連続三振からの一発勝負。こっちも使わせてもらおう。さあノーアウト2、3塁から頼む。よし、オッケー、素晴らしい、ノーアウト2、3塁抑えたわ、さすがですね。さあここで1点欲しいよね、ビッグベースボール。さあちょっと序盤から使っていこう。ダルビッシュさんめっちゃ目立つね。インコースヒッター頼む、いけ。うーん、2割5分のスタノに厳しい。さあインコース構えたぞ、いける。ああ。ほんと初回点取れなかったの痛いな、こう考えると。あービッグベースボールがきつ。ほんと初回点取れなかったの痛い。なんでワンアウト一三塁で、違う、なんでノーアウト二塁で点取れねえんだよ。なぜノーアウト二塁、そしてワンアウト一三塁で点が取れないのか。それは進塁打を打てなかった人とゲッツーを打ってしまった人がいるからだ。まあ、普段ね、ゲッツー打ってしまった人はね、普段からね助けられてるからいいんだけど。うわバントか、やばいやばいやばい、これはやばい、キャッチャー動き押せんだよな。危ない、ナイス。オッケー、7番にバントさせてさ、1割台のキャッチャーとさピッチャーに打たせるって相当だろ。オッケー、ナイス、マー君さんが打たれるわけないじゃん、下位打線に。はい、オッケー。5回の裏、これからジャイアンツのハイボールヒッター頼む、ホームラン一発でいい、頼む。フルスイングか、引っ張り押したときさ、インコースに構えてくれたらチャンスだなって思うけど打てないんだな。さあおかわり君、あーなんでだよ、ほんと初回もったいなかったって思っちゃう。マー君さんの試合毎回打てないよな、なんだろう、なんかそういうなんかさ裏コマンドでもあるのかという、コマンドって言い方おかしいな、裏特能があるのかってレベル。最後はスイングアウトの、ゲームは後半に入ります。先頭バッターは強打。さあどうする、投げた、打ちました、オッケー、ナイス、佐竹より上手いんじゃないの守備。強打、いい当たりでしたがサード正面、素晴らしいね。ランナーアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは2番武田、今日3打席目、投げた、打ちました、中村、どうだ、はい、オッケー。武田さん結構怪しいな、怖いな。さあ内角勝負、スプリットでいいんじゃないですか、スライダー、はい、オッケー。今日もちろん9回までいってほしいね。いやでも9回までいったら打線も9回まで点取れなさそう。さあどうだ、打ってくれ、お、あー惜しい。さあ重信さんですね、またセーフティーバントでいくか。もういいよ、セーフティーバントでいいよ、もう。あーそれはダメだ、サードに転がしちゃダメ、ピッチャー前に転がさなきゃ、キャッチャー前に。若林か、若林、まあ頑張って応援してるよ。おお、さっきやれそれ。さっきやってよそれ、やってほしかった場面2回ほどあったよさっき。マジか、ツーアウトから打つか。さあ一発勝負、ここで点取れなきゃいつ点取るんだって感じ、頼む。さあいこう、マジで打たれる気しねえんだよな。いやど真ん中構えてるけど大丈夫、うわだから大城さん今ど真ん中構えてたよね、なんでど真ん中構えちゃうんだ、怖いな。こういう系のさモードってさコンピューターに全て委ねられるから嫌なんだよね。 OK 来た、ゲッツー、ゲッツー、無理か、あーわ周平さんか、怖いな。よしさあピンチだけど大丈夫かな、岡本自分でベ
よし、はい、オッケー。さすがですね、マー君さん。結構得点圏にはランナー置いてるんですけど、これでも打たれないっていうのがすごい。問題は小笠原さんなんだよね。小笠原さんまず得点圏にすら送らねえしな、巨人打線を。やべえわ。ラッキーセブンです。2割2分9厘はまずいから打とうぜ。岡本さん、どうしちまったんだよ。去年3割40本打っただろう。頑張ろうぜ。もうなんかパワープロって分かりやすいぐらい打たないときって打たないんだよね。なんか分かりやすすぎて辛くなる。栄冠ナインもそうなんだけどね。パワープロのコンピューターって打たないときって本当分かりやすいんだよ、こんな感じで。辛い辛いです、パワープロが好きだから。うわー、巨人キラー来た。でもマー君さん実質楽天の選手だから大丈夫。オッケー、本当マー君さんが辛くなるから本当打とう、頼む。そして延長戦行くといろいろと大変だから、系統が。オッケー、勝ちをつけてあげたいです。さあ京田さん絶好調なんだよな。そしてホームラン出るタイプだから怖い、でも抑える。さすがですね、キャッチャー加藤さんに変わりましたね。なんか中日ファンがめっちゃ切れてるイメージある、加藤さんに。一時期のなんか巨人でいう中井さんみたいな扱いを受けてるような。厳しいな、打率5割あったのに。本当ホームラン1本でいいの、ホームランソロ一発で勝てるから。よし、一発勝負使ったな。これであの打撃能力使われる心配はない。マー君さん続投かな。ランナー出たら代打出すつもりだったんだけど、ランナー出ないのでそのまま打たせましょう。さあ最終回に一発勝負で使うしかないな。きっとキャップあたりがサヨナラホームラン打ってくれるに違いないよ。頑張ろう。さあこっちも上位打線なんでね、心配なところではある。でも俺は大丈夫だと信じてる。さあこの燃え上がってるんですよね、素晴らしい。オッケー、さあ外角勝負頼むぞ。スプリットでいいよ、カットボールでもいい。オッケー、シンキングツーシーム、俺が言った球以外だった。うわービシエド怖いな。でも京田さんよりホームラン打ってないからなんとかなる。はい、オッケー、9回無失点、勝ちつけてあげようね。重信さん頼む、先頭だよ。さあセーフティーバント以外初めてやりますね、外野に飛ばそうぜ、まず頼むから。本当になんかパープル分かりやすすぎて辛いからさ、代打この人しかいないでしょ。来た来たぞ、左流し打ち来た。何してんの、何して。石川さん左から打たないと、もうキャップしかいないでしょ。マー君さん変わったんだから頼む。なんかツーストライク嫌な予感しかしない。三振しそう。おおお、あ、パープロってガチで打たないとき分かりやすいよね、辛いよね。さあということで宮國さん行きましょう。そしてね、代打石川さんだったところに増田大輝さんを入れました。さあということで頼むぞ宮國、このパープロなら普通にね信用できるピッチャーだからね。背番号変えてあげるべきだったかな、また宮國さん。でも58から38にしたから。背番号ね勝手に変えたりしてるからね、自分ね、シーズン終わり。さあどうだ、はい、オッケーと思ったが大丈夫か、守備よし、オッケー。さああとはね、うと、打ってほしい。そろそろもう延長戦まで先発投げられてるって屈辱的よ。お、落ちろ落ちろ落ちろ、来た。なんでだ、多分采配当たってるから。あー、またマー君さんの勝ちつかなかったのに、もう頼むよ打線。首位攻防戦です、頑張りましょう。ハンセン頼む、2割1分6厘はまずいな。この試合で相当打率落とされてるぞ。ナイス、オッケー、ようやく見れた、会心の当たりがようやく見れたわ、本当。素晴らしい、さすがハンセン、総力 F だな。ダイソーか、ダイソーと思ったけれども、ダイソー出せるほど走力高い人ほぼいなかったし、まず外野がいなかった。大城さん、そしてまあこんな感じだし、ダイソー出すだけ無駄かな。一発勝負頼む、決めてくれ、おかわりくんさん頼む。うわー、おいった。一発勝負対決に勝った。外角って引っ張ってホームランできるんだ、初めて見たわ、パープロ。
単独試合でやったなおマー君さんに勝ちはつかず悲しい。まあでも OK、 首位に上がった、よかったよかった。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました、首位にはなれました。マー君さん勝ち投手とは言ってない、悲しい。そして戸様しかいない。いやでもいいよね、もう戸様だろうが生え抜きだろうが巨人のユニフォームを着たらもうファミリーだからね、ファミリーね、アットホームな職場です、読売巨人軍。ということで終わりにします、チャンネル登録高評価してない方がいたらぜひとも押していってください、よろしくお願いいたします。そしてツイッターのリンクね、概要欄に貼ってあるのでぜひともツイッターのフォローよろしくお願いいたします。ではお疲れ様です、さようなら、じゃあね。